社長トールは台湾の台南市出身の元プロ野球選手、プロ野球監督、右投げ右打ち、野球指導者、血液型 B 型、台湾球開発の百姓投手である、1988年に来日社会人野球のイスズ自動車でプレー。台湾南部の出身ながら東北部にあるチームへの入団を望んでおり、1990年に帰国後は、 アジアキラに練習生として帯同していたが、希望かなわず1991年に統一、ライオンズへ入団。1年目から2桁勝利を挙げると、以後チームの中心選手として活躍。2001年に、連盟史上初の通算100勝を達成し、同年に、現役引退。現役引退後は指導者の道へと進み、2002年は、統一の投手コーチを務め、2003年に、 統一の監督に就任すると、翌年にはチームを全期優勝に導いた。しかし2005年全期終了後、同シーズンの成績不振を理由に監督を辞任し15年間在籍した、統一を退団。中心ホエールズへと移り、2006年は投手コーチを務め、2007年から監督に就任した。2008年に退団した。近年では、2006年の、 1> 第1回 WBC や2007年のアジアシリーズといった国際大会においてチャイニーズ台北代表チームのコーチを務めており2013年の WBC ではチャイニーズ台北代表の監督を務めた2013年より兄弟エレファンツ監督を務める2015年シーズン途中に退任以後は台湾の社会人野球チームの監督を経て2017年から 国立台湾市範大学で指導している。ありがとうございます。